33日だからかな。ありがとうございます。チューリップありがとうございます。こんばんはピュア48さん、コン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 、マニキリコのコモン、ありがとうございます。スペドンピョンタンコマさん、ありがとうございます。オッチーさん、タコさん、ありがとうございます。消防さん、三色団子の桜が乗ってるやつ、ありがとうございます。こんばんは。ゆうちさん、かわいい、ありがとうございます。クマオペロンゴさん、かわいい、ありがとうございます。トモさん、ハート、ありがとうございます。トシさん、デルマ、ありがとうございます。こんばんは。ナグマルノンさん、花束ありがとうございます。アマチュアさん、コン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 、マリギレコのコン、ありがとうございます。大音量きた。大音量、ももなことないよ。ヨータン、コン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 、マリギレコのコン、ありがとうございます。ヨッツさん、花束ありがとうございます。こんばんは。夜ご飯食べましたか？食べたよ。食べました。今日の夜ご飯はお肉の炒めたやつと、ももの大好きな揚げなすです。ケンタハート、ありがとうございます。さっきまでショールーム泊まってたんだよ。え、ほんと？え、危な。ホーリーさん、ドラマありがとうございます。こんばんは。ショールーム調子悪かったか心配だった。え、そうだったんだ。調子悪かったの？よかった。やれたことに感謝感激。雨あられ。ナイキさん、タコさん、ありがとうございます。あれ、顔がない。あれ、あった。タコさん、ありがとうございます。13歳大人っぽくってテロップにしない。じゃあそうするね。ね、待ってね。13、はい。はい、買いました。ありがとうございます。はい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 、どこだ。 OK、 テスタン、ハート、ありがとうございます。はい、仕事中無音でしたって。はい、待ってね。少々待ち。これ今日の服は黒です。はい、タビオンさん、ありがとうございます。お仕事頑張ったね。ヨッチさん、チューリップありがとうございます。そしたらダルマ、ありがとうございます。で、見て、あのね、今日のイヤリングこれ見て。あのベア組ってあるじゃん、見て、クマさんのイヤリングなんだよ。すごくない？ほら見て、こっちにはグミの袋みたいなやつが、左右違うイヤリングなんですよ。左右違うイヤリングです。クマさんです。かわいいでしょこれ。なんか左右ずっとクマさんかな、なんかどっちかだけ、あの左右どっちかだけ行方不明で行方不明でやっと見つかりました。片付けていた時に。ゆもたん、似合う、ありがとうございます。うまるまるのイヤリング作るけどさ、あんの本当にそんな。あるの？顔が変わりました。よくお気づき。よく気づいたね。はい、壁がくまさんに変わりました。こんにちは、僕くまさんと申します。スペダンピョンタン、いいな、ありがとうございます。スーさん、タコさん、ありがとうございます。トシさん、ダルマタクさん、ありがとうございます。可愛くないこれ。可愛いよね。立体、あ、ちょっと立体かも。ちょっと立体、可愛いよね。ピンク、全部ピンクです。ゆっちさん、かわいい、ありがとうございます。イヤリングはこれ多分300円ぐらいだと思うよ。300円ぐらいだと思われます。はい、ももたん
のが可愛い。本当？嘘やん。嘘やん。こっちの方が可愛いよ。はい。あ、そう、もうね、ちょっとみんなに言いたいことがあったんですけど、いいですか？昨日みんななんか体操服着た時に、ブルマ知ってるみたいなこと聞かれたんですけど、本当にヘイシリで調べたんですよ。したら出てきた。ちょっとメモったんでちょっと読みますね。いいですか？ブルマは女性が運動を行う際に下半身に着用する衣類の一種で、ブルマあるいはブルーブルブルーマブルーマーだってあるいはブルーマブルーマー、日本では学校教育で体育の授業の運動時に女子の体操着として広く用いられていたそうですね、みんなあんなんだと思ってたの？絶対違うよなんかさ、もものさ想像してた遥かを超えてまいりましたえ、なんかさね、すごいセクシーな感じ画像見たの、画像見たんだよ。みんなのことを言っていたんだと思いましたそう、あ、なんて画像見たの、見たよ見たよ画像ちゃんとで、なんかママにこれがブルマって聞いたら、あ、そうだよって言われたそう、ブルマ、ブルーマ、ブルーマって呼ばれてるんだって頑張って調べました。頑張ってないかはいそう、ヘイシリーってやって調べましたさすがママさん。え、ママも、ね、入ってたらしいよ。です。発音違い、え、何？ブルーマーでしょ？ブルーマー何話すって感じだよね。須田さんなら知ってるはず。え、何歳まで？ブルーマ。あ？これ、ブルーマー。あ、合ってる。合ってるえ、何歳、え、何年生まれまで入ってたんだよこれ。最近かな、つい。はい、みんな入ってない？ギリギリ入ってたかもだって。おお吐くんだ。30以上の人かなって。おお、ママぐらいまで学校で違うこと、はい、入ってた人はい、入ってた人感じブ、びっくりマーク、ルマって感じ、全然わかんないはい、やって、みんな入ってんじゃん。だって女性が運動を、女性だったらごめんなんだけど女性が運動を行う際にってみんな履くんだ。え、履く？あ、男はない。なんでしょ、はいって言ってんじゃんびっくりしたあ、そうなんだ。あ、男の子は、あ、そうだったら言ってよびっくりしたじゃん、女性がって書いてあるのに。あ、そうえ、多分さ、ももさ、今のさ、中学2年生の中でさ、今一番ブルマに詳しいと思う一番詳しいと思うんだけど、絶対さ、この年でさ、調べる人おらんもんだって検索履歴に残っちゃうもんでしょでしょ、絶対ね、一番ね、詳しいって思うよ衣装でもあるよ、あるのえ、検索履歴に残らん
ブルマ白田一家調べちゃったよ。ヘイシリお呼びでしょうか。ブルマこちらが見つかりましたって今度ブルマでコスプレ配信してくれませんか。持ってません持ってません。今売ってんの持ってません。ママの目、ママの残ってないでしょ絶対はい、吐きません吐きません。ドッキーにあるんじゃ吐かないでしょ吐きませんはい、ということでブルマを調べたお話です作りません絶対に作りません。でもさ、作ってるところをさ、作ってる時にだよ、もし郵便屋さんがピンポンって来たらやばくない？はい、はいはい送るプレゼントで届く、吐きません。はいはいの話でした。はい、履こうと思えば履けるけどねはい、昔のことが学べていい勉強になりましたはいそれは振りだよね。うん、ゴーさんハートありがとうございます。ブルマの話だけど10分ちょっとじゃあ違う話しようか。はい違う話しますね。はい、あと今日ね、あの友達のお母さんがなんかカレー粉とフルーチェをめっちゃ大量にくれたんですよフルーチェとめっちゃほんと超大量のカレー粉をくれました。なのでデザートにフルーチェを食べたんですけど、そうカレー粉めっちゃ合うのはい、なんですけどデザートにねフルーチェを食べたんですけど、ももはどうしてもこれが食べたいんです。今日名付けて業務スーパーの巨大ゼリー発見ということで、じゃーん、ゴムスーパーで新しいゼリー発見しました。購入完了、イエーイ購入に成功いたしましたのでシャルプ買いますはい、ということで巨大ゼリー、イエーイはい、ということでテーブル登場をこっちなんだ。はい、オレンジ、そうオレンジだった。これでーす、じゃじゃじゃーん。この前は、前はね、あ、じゃあ一回消毒しましょう。はい、みんなも一緒に消毒プッシュはい、え、超美味しそうじゃないこれ。オレンジドレッシングだって。はい、それでは開けます。トランポリンみたい。飛んだらさ潰れちゃうよ。はぁ、いい匂いする。え、絶対さ美味しいよちょっと見て、めっちゃさいい匂いするほらじゃあみかんゼリーを出していきたいと思います。 3,2,1 めっちゃ出るからね。うわっ、おおわおっきいあ、全部出しちゃった見て、よいしょこんな時
れた。だって。おっきい。こちらは、さっき、牛乳パックの中に、なんか動くよ。牛乳パックの中に入ってた、オレンジのゼリーです。回ってる。とりあえず、テロップ出すね。じゃん。今日は、333日です。今日は久しぶりにポテトを食べたのでポテトの絵を描きました。333日、ありがとうございます。ポテトです。見える？ショールームの画面の方が映っちゃう。ポテトです。L サイズ、普通のなんかあのセットのポテトのサイズです。あと何日で1年だろうね。あとちょっとです。早い。ということでこちらの333日ありがとうございます。こちらの超超巨大な巨大なゼリーを食べていきたいと思います。あと1ヶ月ぐらいかな。それでは、似たりはしないよ。それではいただきます。おっきい。ああ落ちちゃう。あ、どうぞ。あやっぱこっちの方がいいや。レンゲで食べるからもうこっちの方がいい。はい、どうぞ。味見。味見。いただきます。うん、おいしい。うん、おいしい。家族みんなで楽しめる定番の味。食レポしますね。家族みんなで楽しめる定番の味、たっぷり食べられて嬉しい対応量、対応量です。フルーティー。あ、書いてあった。プルッとした柔らかさでオレンジの風味が口の中に広がります。程よい甘さで後味さっぱり、ドレッシングにアレンジしてお食事にもご使用いただけます。だそうです。大容量、ごめんごめんです。こんな感じにアレンジしてもいいそうです。美味しいよこれ。皆さんもぜひ。うん、もの感想はオレンジ 100% っていう。なんていうの、なんかすごい、あの、なんていうの、あのフルーツの味 100% みたいなこと言うの。わかる、言いたいこと。そう、あのフルーティーです。ムカ汁、あ、果汁 100%。 そうそう、それフォーク、あの果汁 100% です。多分わかんないけどめっちゃ美味しいです。100% ではないかもしれないけどめっちゃ美味しいです。そう、今の時期ね、お家に出れないじゃん、あんまり。じゃあお家から。お家からあんまり出れないじゃん。だから業務スーパーとかでまとめ買いして一気に食べちゃうかな、これ。業務スーパーとかでまとめ買いして家で過ごすのもありだと思いますので、皆さんぜひ業務スーパーのゼリーおすすめです。うん。もうあとね、マンゴープリン食べてみたい。そう、マンゴープリン の、 あの種類があるんですけど、それが食べてみたいの。え、もう超すごくない？今までぶどう、チーズケーキ、プリンだっけ、3個ぐらい。これが4つ目です。おいしい。
めっちゃ美味しい。水羊羹が一番美味しいぞ。水羊羹？あ、でもコーヒーゼリーもあったよ。コーヒーゼリーは苦くて食べれない。はい、ということではい、え、こんぐらい食べて、ほら見て、もうこんなに食べましたんで、あとはみんなにあげます。ごちそうさまでした。はいちょっとゼリー撤収ね。ゼリー撤収。ゆっくりゆっくり。足が引っかかった。何か机に引っかかったはい、今日のコーデはこれです。じゃんはいです。めっちゃバチコーンっていう音が鳴ったはいです。めっちゃ美味しかったよ。皆さんもぜひ食べてみてください。カメオンさん、かわいい、ありがとうございます。フロちゃんが飛んだごめんねはい、黒と赤が可愛いね。そう、もうね、黒と赤の組み合わせとか、ピンクと黒、ピンクと黒って合うかな、ピンク、赤、黒、白、黄色とか、そこら辺大好きですはい、あと待ってね、もうね、昨日待ってね、昨日さ、ももさ、ボクシングしたじゃん。ね、ボクシングしたじゃん、ももさ、あることに気づいたんですよ。キックもできるじゃん。あのね、キックできるっていうことはいい方思いついたんだー見て、キックできるんだよ、ほら見たことありませんもうやったことないもんやったことないもん。岩瀬さんだから、岩瀬さん下のマイクでもないはい、ということでブルーローズを思いついたのまきでしたもう一回見ててね、もう一回やりたいから見てね、いくよ。丸丸かわかんないけど、いくよ。ありえない、青いバラみたいな、いつかの夜、奇跡なら一度だけよ、ブルーローズ。じゃん。
ない。やっぱそっか。回りません。あ、そう。回れなかった。すみません、マジマ。いいでしょう。なんで、ブルーローズの練習したい方はぜひおすすめです。はい。楽しい歌じゃない。乾燥の回るところのイメージ。多分そう、なんか蹴るとこあんじゃん、乾燥の。でしょ。はい。重い、重い。下に水が入ってるから重いよ、これ。あと、昨日やり忘れてた、ちょっとした運動が一つあります。それはね。オラウータンさん、ハート、ありがとうございます。見てて見ててね。チェッチェルルルルルーン、恐竜の足。恐竜の足です。これも弟のおもちゃかな。なんかおばあちゃんがモモと弟どっちも遊べるようにって恐竜の足を買ってきてくれました。これはですね、どうやって遊ぶか説明しますと、もうちょっと下じゃないと見えないね。いくよ。見ててね。見ててね。いくよ。パカラッパカラってやつ。いくよ。パカラッ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 。こういう遊びになります。遊びになります。そうやってね、やっぱそうだよね。ほら、じゃあ全身だけ見せます。こういくよ。合ってないの、超短いの。直角になっちゃう、腰が。ほら、はい、サイズが合ってないんですけど、恐竜の足でした。はい、それ以外使い道ないよね。ないけど。ないけど。昔は空き缶でした。え、知ってるよ、これ。空き缶で本当はやるんでしょ。空き缶なんか、竹みたいなやつ。アンコール、アンコール、これにアンコールあんの。楽しいからいいや。はい、行きまーす。チャチャチャンチャンチャチャンチャンチャチャン。これで登場してきたらびっくりするよね。ビーフルダーでした。ヘイ3回ありがとうございます。はい、です。恐竜の足でした。知ってる、これ、みんな。はい、ちょっと戻すね。はい、よいしょ。ももなちゃん、こんばんは。こんばんは。ももなちゃんじゃなくて、あだ名ももたんなので、ももたんって呼んでいいよ。大阪ひろしさん、ハート、ありがとうございます。あ、そんなことあるし、ほんと。はい、じゃあ今の道具で遊んだことある人。小学生、中学生です。キュウキ研究生の13歳の平野桃奈です。よろしくお願いします。はい、ないよ。はい、え、昔の遊びかな。もう大好きなんだけど、いつもね、パカパカやっててうるさいって言われる。あーちゃんさん、ハートありがとうございます。竹山あるよ。竹山桃も得意だよ。はい、13歳っていつも書いたこと、なんで、大人っぽいからさ、今日の服大人っぽいから、もしかしたらさ、20歳に見えるかもしれんじゃん。よく空き缶で作ったものですよ。そうなんだ。うんうん。昔空き缶で作った、空き缶
さボコってさ潰れちゃうね。そんなことないよ。あ、そう。ゆっちゃんかい、ありがとうございます。20歳に見えない？え、20歳だと思ってた。でしょ、見えるかもしれないよ。スチール缶、スチール缶ってどういうんだっけ。大人っぽいから14に見えました。1歳しか変わってないじゃん。今年14歳の年だもん。スナップありがとうございます。アルミ缶じゃないやつ。ほう、あ、サバの一缶、あれは硬いや、開けれないもん全然。サバ缶のやつじゃ知ってる。サバ缶のやつは知ってるよ。モモの家のアリアリは竹馬、縄跳び、何があるっけな、バスケットボール、バドミントン、サッカーボールもなんかあって気がする。いろいろあるよ。ホッピングもあるよ。プールは、プールはありません。ゴルフ、ゴルフは家の中のやつ。ゴルフ場、ゴルフ場はないです。竹馬乗れるの？え、乗れるよ。もう竹馬スイ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 で、竹馬超得意だよ。ホッピングもなんか大好き。身長的にちょっとちっちゃい。つくし、つくしは生えてる。でも取っちゃったもん。はい。竹馬持った、え？竹馬？え、竹馬ってコン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 ってやつでしょ？え、もうできるってそれ、ほんと信じて。竹馬できるの？あのなんかコン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 ってやつでしょ？なんか、一輪車乗れない。持ってない。選手やったことないかも。竹馬できるよ。超練習した。超ってほどじゃない、死んでます。そうです。竹は、竹は、え、知らない遊びが出てきた。招き猫の小判。え、違う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 、じゃあトン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 。え、5000人トップなんてすごい。5000人の前でさ、竹馬の話してんの。見てくれてありがとうございます。ローラースケート、あ、それ持ってない。あれはも、あ、あれが欲しいもん。コキコキコキってやつ。わかんない、なんかこういう形してて、こういう形しててここにタイヤがついててコキ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 って、ブルマの話ですよ。それはもう終わった。けん玉、けん玉もあるよ。ほら、ほら、けん玉ある。ここにすぐある。そう、ここの箱にいつもしまってあるんですけど、けん玉はあるよ。けん玉もあるし、カスタネットもあるよ。けん玉とカスタネットはここにあります。5000人だったからブルマの話さっきしたじゃん。さっきめっちゃしたよ。キックボード、え、昔あったよ、プリンセスのやつ。今もあるかな、もうない気がする。吹き矢ある、吹き矢ってフッってやってビュンって飛ぶやつない。ハーモニカは、え、なんか幼稚園のやつがある気がする。幼稚園だよ。早っ早っ。もう55分だって。ランキング目ね。早いね。はい。ピアニカじゃなきゃ、ピアニカあそこにあるよ。じゃあランキングを読んでいきたいと思います。13位からね。はい。13位、波のまりまりさん、ありがとうございます。12位、幸せバタータン、ありがとうございます。11位、ケンタン、ありがとうございます。あっという間って言ってもらえるの嬉しい。ありがとうございます。10位やつさん、ありがとうございます。9位トシさん、ありがとうございます。8位ショウホウさん、ありがとうございます。ラッキーセブン、ありまつ333333日、ありがとうございます。
6位ともさん、ありがとうございます。5位コンさん、ありがとうございます。4位ナイキさん、ありがとうございます。3位トシさん、ありがとうございます。2位スペタンピョンさん、ありがとうございます。そして今日の1位現れました。はい、ピンポンパンポン、テグ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 、じゃん、今日の1位はゆもたん、ありがとうございます。イエーイイエーイありがとうございます。それでは佐川さんに行きたいと思います。桜が1個取れてた、後でくっつけとこ。それでは行きます。せーの、 L O V E。 ゆもたん、ありがとうございます。あざす、ぺこり、ありがとうございます。ぺこり、やっぱ今日セクシーだね。な、独り言です。行きますよ。情報を出しますね。はい、せーの、じゃん。明日のブルマ楽しみ。着るなって言ってないよ。はい、大富豪情報です。いつもの時間8時50分から8時半までです。よろしくお願いします。5000人突破おめでとう、ありがとうございます。みんな見てくれてありがとうございます。大富豪です、よろしくお願いします。なりすまします。1個あるのなりすましが、だからなりすましちゃうもん。よろしくお願いします。8時5分からです。はい、絶対見落ちさせられないぞ。よろしくお願いします。キャッチフレーズやろう。今日も元気でーもーりもーり、桃から生まれた桃たんこと13歳の平野桃奈です。久しぶりにやった。ももたん、ありがとう、ありがとうございます。お、人数が増えた。5564人、見てくれてありがとうございます。それでは左手出して、右手出して、せーの、2人、ありがとうございました。バイバイ。明日の配信もぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、明日も同じ時間です。よろしくお願いします。バイバーイ、ありがとうございました。明日見てください。バイバーイ。